植木江森明治25年1月23日は、日本の思想家、政治家、自由民権運動の理論的指導者。土佐藩士、植木直江の着難として、土佐国土佐組の口村に生まれる。8歳から修字を学ぶ。藩校地道館に学び、明治6年には土佐藩海南市塾の生徒として抜擢されるが、9月に退学式教する。 明治6年政変に触発されて、状況を決意し、傍らキリスト教関係書を持つ、天と素言を読む。明治8年、19歳で上京し、慶応義塾内や三田演説館の三田演説会に頻繁に通い、民六社に参加し、福沢諭吉に指示して学ぶ。自ら集分会を組織して、奥宮みや創始会にも参加する。明治8年から、郵便放置新聞。 朝野新聞、東京日日新聞などに当初をはじめ、明治9年3月15曜、当初、エンジン君主のために、残暴率による、筆火事件で5月13日まで2ヶ月入国する。キリスト教に興味を持ち始め、野祖教会に通う。10月、思想論などを書く。明治10年、板垣大輔に従って帰郷し諸生となる。無転雑録を執筆し始める。 立志者に参加し、立志者憲白書を起草。西南戦争による立志者の獄では逮捕されず、カヤ社が創立され、機関し、土曜新聞、海南新紙の編集、執筆にあたる。明治11年4月29日、愛国者最高のために、四国、中国地方に遊説に出発。八月、御子一説を執筆。十二月、 東山三鶴に招聘され、福岡に向かい、紅葉義塾の開校式に出席して演説した。1979年4月福岡で、6月大阪で、民権自由論刊行。11月5日、高知立志社での演説が集会条例に触れ、囲碁同士士の演説を禁止され、12月27日、解禁。愛国林、愛国士の主筆として、論を張り、 明治14年に、市議憲法の中では最も民主的、求心的な内容とされる、東洋大日本国国権案を起草。この草案は、ジョン・ロックの影響が大きいと思われる。11月1日、酒税増税に反対し、1882年5月1日を期して、大阪に酒屋会議を開く、胸の激文を発表。明治十五年四月八日、板垣の義父遭難を受けて、 大阪での酒屋会議に出席。5月に上京し、自由党臨時会に出席し、馬場達意、中井町民、田中幸造、田口幸吉、末広茂康と共に、自由新聞社説を担当。板垣外遊をめぐる内紛のための地に分裂。明治17年、東海、北陸地方を遊説して帰郷。大元人試験に遅刻して諦める。 土曜新聞明治18年9月20日から10月11日に、貧民論を発表。明治19年、高知県会議員に当選。明治21年、大阪に向かい、中江町民の、下野目新聞を手伝い、高徳周水らと知り合う。京都で、馬場達イの追悼会と同志社設立のための会合に、出席する傍ら遊勢10月1日には上京し、 後藤昌二郎の労をねぎらい、大道団結運動では大道クラブに所属し、大隈重信の条約改正問題を攻撃するため、福沢諭吉、寺下宗則、添島種臣を,を訪問して、反対運動の工作をし、憲白書を執筆。直後に、憲用者による大隈重信爆殺未遂事件が起こったが、条約案は葬り去られた。愛国高等設立に尽力し、 明治23年の帝国議会開設にあたり、高知県から第一回衆議院議員総選挙に立候補し当選。明治24年2月24日、板垣や栗原良一らとの意見の違いから、立憲自由党を脱党、愛国高等系を率いる。8月、富士山に登山。明治25年、第二回衆議院議員総選挙を前に、異海洋の悪化により36歳で死去。 その突然の死から、毒殺説もある。墓地は、青山霊園にある。自由民権運動当時は、知名度が高かったが、創生したことでその後は忘れられた存在となる。憲法学者で、法制視野の鈴木康蔵が、昭和11年に、高知県立図書館に保存されていた植木の文書類を調査し、その内容を新聞に発表した。これにより、 植木の業績に再び光が当てられることになった。鈴木は終戦後に民間の有識者で結成された憲法研究会に参加し、研究会が昭和20年12月に発表した憲法草案要項では植木の憲法案を参考の一つとしたと証言している。戦後は家永三郎によって研究が進められた。家永が昭和30年に刊行した 革命思想の先駆者、植木絵森の人と思想は、植木の業績や生涯を広く知らしめ、昭和35年に刊行した植木絵森研究はその後の研究の基礎文献となった。植木絵森植木は、青年時代から独自のアジア主義を解き、講和会の解放をよく読み、アジア侵略をする欧米を、ダイ蛮といい、アジアの非抑圧からの独立振興を主張し、 戦争にも反対であった。基本的には武力行使による国権拡張に反対して平和を施行し、日本国家の経済権益の拡張を支持した。改革アジア同士の連携を施行し、具体的には通商貿易という手段でのアジアの独立振興を施行した。記憶圧アジアの欧米からの独立志向性はアジア主義を否定的媒介として、 世界の非翼厚地域、国家の独立解放を望むインターナショナリズムに結晶し、日本青年に非翼厚アジアや、世界の非翼厚王国の独立支援者になることを呼びかけた。東洋大日本国国権案を寄贈し、亡くなるまで14年間暮らした急遽が、高知市桜クラに残っていた。しかし、老朽化のため、平成22年に取り壊しが決まった。 建物の内書斎部分については、高知市が1600万円をかけて、高知市立自由民権記念館に移設されることとなった。移設工事後、平成23年8月20日より公開されている。主な著作に、阿公47市論、報告36、植木江盛日記、国家主権論、没字学を察す、民権自由論、言論自由論などがある。日記、 書簡を含めたその多くは1945年7月4日の高知大空襲で消失しているが、植木絵森集に収録されている。ありがとうございます。